どうも、朝ですね。まあ、僕はですね、最近夜入らなくなりました。夜もうね、疲れ果てて夜入らずに寝るっていう。で、朝入って終了っていうのがちょっと最近のルーティンですね。うん。まあ一日一回入ってますから、まあ朝もそんな書いてないんで。そうそう、今日はですね、さっき NHK の話をしたんですけど、なかなかいい話したんじゃないかなと思うんですけど、あれ永久保存版にしようかなと。NHK の集金に対しての。まぁ、あ、ちょっとね、ちょっとやっちゃいましたね。もうちょっとなんか、寝起きじゃなかったらもうちょっと頭回ったと思うんですけどね。いやー、結構さっき喋ったんで特にないですけど、まあ、常に動画撮ってますね僕、本当に常に動画撮ってます。まあまあ、あの復活したんで、昨日も何時間、一応もう起きたら仕事ですから僕も動画回して、だからまあほんとね、まあ料理、飯食ってる時も動画じゃないですか、料理作ってる時も動画じゃないですか。もうほんとにあれですよ、うん、ずっとですね。ずっとです。まあ、まああとね、昨日ブログもインストールしたし、ワードプレスインストールしたし、あとね、なんだ。あとはまあ、ほんと細かい設定やってるだけですね。もう準備できます。あとは文章ブワーって書くだけですね。また文章とわーって書くだけ。今日火曜日ですよね。今日火曜日なんで水木、あと2日。ちょっとね、テロップきついな。テロップちょっときついな。うん。テロップちょっと入れるのきついかもしれない。テロップ入れるのきついな。今日はなんか、あ、そう、買い物に今日行かないといけないな。タバコも切れたのと、あと入浴剤がね、なくなっちゃったんですよね。入浴剤が。あ、買い物行くのめんどくせえな。しかも雨だしね、今日。買い物という、まあ入浴剤は、入浴剤どうしよう。やっぱ入浴剤ないと僕テンション上がんないですよね。うん。入浴剤がないとテンション上がんないですよ。入浴剤も楽天で買おうかな。別にね、楽天で買っても一緒ですからね。
いやバカですね。喋ることはないんで顔芸して見てました。もう生きるコンテンツと呼んでください。もう常に動画回すっていうね。まあ僕はまあ動画やるって決めたんで、まあ決めたからやってるだけですけど、まず1万本ですよね。1万本まず最低ロットアップしていくと、1万本アップする人いないと思うんですよね。なかなかね、この情報業界って言われるこのうさんくさいね、この業界の中でこんなね、1万こんなわけわかんない動画をね大量にアップしてる人を顔出ししてね、いないと思うんで、まあ続けていこうかなと。まあうさんくさいじゃないですか。そうそう。ローソンでこの前そのリラックマのお皿が全員に当たるっていうのが企画があったんですよ。ローソンね、そのシールパンを食ってそのシールを集めると必ずそのシールが集まる、あの皿がもらえると。で僕ちょっと挑戦したんですね。で挑戦したんですけど11枚で終了で、今回ね、そのリベンジじゃないですけど、なんとハローキティちゃんが出てきて、このハローキティちゃんの皿、これリラックマンよりいいです。リラックマンの皿はこういう縦長のやつだったんですよ。サンマとか要は魚とかね、まあそういう系のお皿だったんですけど、今回キティちゃんの皿はあの正方形のこういう四角いプレートなんですよ。これ結構いろんな料理に使えるんで、これちょっとキティちゃん、もうキティちゃんちょっと狙おうかなと思って、もうキティちゃんもらいます。キティちゃんね。でキティちゃんを手に入れるために何を、あそうだ、今日そうだ、どうせローソン行こう、ローソン行くから、その時にその僕のアンパンが最近ブレイクしてるんですよ。アンパン、まあ、あのチョコスティックパンもいいんですけど、あんパンが結構ブレイクしてて、あんですね、あん、あれあんがねなかなかそのやっぱこう脳をこう回すんで甘いものが欲しいんですけど、その、まあ、チョコレートもめちゃめちゃ食いますよ。チョコレートもめちゃめちゃ食うんですけど、この日本のあん、この日本のあんがなかなかあんって感じでいいんですよ、めちゃめちゃいいです。なんでまあそのアンパンを40個買ってキティちゃんもらうみたいな、アンパン、ひたすらアンパン買うっていう、アンパン40個買うっていう、まあそれの企画じゃないですけど、ちょっとねやってます。はい、ということで、まあ、10分ぐらい経ちましたので、まあ、この辺で終わろうかなと思いますけど、
まあさっきのね、NHK の永久保存版、 NHK の話は結構よかったんじゃないかなと僕なりに思うんですよ。まあでしかもなぜ永久保存版かっていうと、多分 NHK の集金って絶対なくならないと思うんですね、多分おそらく。だからまあ永久保存版しといた方がいいかなと。はい、では出ます。